本当のことを教えてくれ、オリオ。なんで坂本龍馬を逃がした？それはお客さんが追われてたんを助けよう思っただけや。だが下手すりゃお前も坂本を助けたと新選組に切られていたかもしれない。自分の命張ってまで助けるような客なのか、坂本龍馬。そうよ、うちは寺田屋のお客さんが新選組に狙われてる言うなら誰でも助けます。それが寺田屋で働く者の務めです。そうか、それならいい。え？俺はここを出ていく。え？なんで？俺も新選組の一員だ。俺がここにいれば新選組のことをそこまで憎んでいるお前を苦しめるだけだ。世話になったな、はじめさん。もうええんとちゃう、オリオちゃん。そろそろほんまのこと話してくれてもええんやないの？おかみさん、あんたなんか隠してるやろ。そろそろうちにも教えてくれへん？どういうことなんだ、お登勢。実はお涼ちゃんね、はじめさんを追ってこの宿に飛び込んできたんよ。ね、お涼ちゃん。俺を追って？せや、斎藤はじめさんいうお侍さんの世話をさせてほしい言うてね。てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど、どうもそれだけやないみたいでね。はじめさんが出かけた後追いかけて行ってみたり、部屋の様子を掃除しながら調べたりしててね。なんか目的があって近づいてきたんやと確信した。どういうことなんだ、オリオ。さっきの坂本龍馬はんとなんか関係があるんとちゃうか、オリオちゃん。あんたはじめさんのこと好きなんやろ。離れ離れになりたくないんやろ。せやったらちゃんと話した方がええ。好きな人に一生疑われたままやったらそない悲しい話はないでな。わかりました、お話しします。うちは寺田屋に来る前から勤皇派に協力していた女です。最初は不些細な町の噂とかそういうのを坂本さんのお仲間に教えたりしてました。それが勤皇のお役に立つからっていくらかお金を受け取って。うちには今も床に伏せている母がいます。その薬代に充てるためでした。でもある日、次からは斎藤はじめいう人のそばに行ってその人の行動を知らせてほしいって言われたんです。坂本龍馬にだな。あなたがいつどこに出かけるのか誰と会ってるのか
寺田屋の女中として分かる範囲でいいから報告してくれって。うちもそのくらいならええと思ってました。あの夜までは。これ、お涼ちゃんを雇った日に寺田屋に置かれていったお金。誰が置いていったかもわからんかったけど、多分坂本さんやったんやね。うちがお涼ちゃんを雇い入れたことへの見返りとして。坂本龍馬とはどこで知り合ったんだ？もともとうちの父が勤皇の活動家やったんです。それが幕府の役人に捕まって何人にも囲まれて切り殺された。もう何年も前。その後京に登ってくる勤皇派の志士たちが死んだ父のお見舞いに訪ねてくることがあって、坂本さんはそういう人たちの一人でした。そしてお金に困ってるうちらに手を差し伸べてくれた。はじめさんに言うてもせんない話やけど、侍同士の争いに翻弄されるのは何の力もない女子供や。お涼ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれたんとちゃう。女一人母親背負って生きるためにしたことや。はじめさん、お涼ちゃんを許したって。おかみさん。お涼、もう一つ聞かせてくれ。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬がなんで今日になってここに現れた？いずれ俺と鉢合わせるのは目に見えていたはずだ。それはうちにも分かりません。せやけど坂本さんは今日でやらなきゃいけない仕事がある言うてた。うちが聞いたんはそれだけです。今日でやらなきゃいけない仕事。なあはじめさん、これからお涼ちゃんをどないする気？もうええです。おかみさん、覚悟はできてます。はじめさん、見損なったでしょ、うちのこと。いや、俺にはそんな資格はねえ。俺もあんたらを騙していたんだ。名前を偽っている。俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え、それって、はじめさんが坂本龍馬？でもそれやったらうちが会うた坂本さんは？そいつは俺の名前を語っている偽物だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そして、武市半兵だと同じ火傷を背中に背負っていた。でも武市さんって。わからねえ。兄弟は土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう
何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、富士の太田、坂本龍馬に会いたい。何？もし会いたいんやったら、新選組の人でうちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。その人を捕まえればもう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は。山崎進。あいつが。